大体こういう感じでやってもらって、ここにご飯、はい、これでこういうふうに炊きますので、で、一箇所だけ半分したドラム缶で焼くんで、ちょっと。転がらないように、はい、はい、もうちょっと蓋大きい方がいいです。もう若干下文字が入らないんで、で、あと余った大きいやつはお椀、自分の好きな、こんだけ高さが欲しかったとね自分の好きな高さで作ってください。で、あとコップですね。コップは自分のこんなでかいコップでもいいですけどねで、あとお箸もこういうのを割って作ります。後で説明します。で、お椀とコップをまず作ってください。別にこういうふうに切らなくても、こういうふうに切ってもいいです。これで刺せるようにですね、竹指でこう温めますので、これ別にこのネフジャルです。一節でも構いません。で、長くこう切って、これを自分の飲みたい分だけ作ってください。結構ね、でも東京までちっちゃいの。